こんにちは渡辺健太郎動画のお時間です、えー、今回はですねスタジオに、えー、田中さんにお越しいただきました田中さん今日はよろしくお願いします。よろししくお願いします、えー、これまでにですねこの動画の視聴者の方からとてもですね有力な情報過去の記事の情報やですね切り抜きそういったものをですねたくさん提供していただきそれを、えー、田中さんと再構成したところですね いろんな情報がいろんな点と点がつながってきたということで今回また田中さんにですねその辺の解説をしていただきたいと思いますけれども1985年昭和60年8月12日「鑑定空白の1時間」ということで題しましてこの時の時代背景やこの日1日の出来事を中心にちょっとお話ししていただきたいと思いまますすよよろろししししくくおお願願いいます。 えと昭和60年1985年っていうのはあのの事故だったんで、うん、まあ結構最近こういう雑誌であったりとか本であったりとか最近ではまあ YouTube ですね、うん、そういった昔その事故の記憶ニュースとかを見て経験された方あるいは実際取材に行かれた方などの本ですとかそういったものを本当にこの数ヶ月間多く見まして。 まだ発掘を続けけてるんですけども、うんえー、今回はあの視聴者の方でよく情報提供していただいている方から当時の週刊誌の記事で直後にあった記事で「鑑定の1日空白の1時間」っていうのがあってですねうん、うん、あこれは「週刊宝石」ってやつでしたけどもそれであるとかあと当時のフジテレビの記者、うん、あの山口誠さんって方が現地中継されましたけども、うん、その方の 撮影チーム現地にいた撮影チームの方の記録が残ってる本がありまして、うん、それについてはですね「私だけの勲章」っていう後藤正治さんっていう方が書いて、うん、まあフジテレビの方に取材をしたんですけどね、うん、この中にあの取材班の中の技術クルーの人がたまたま羽田空港にいて、うん、あの事故があった日にですね 山口記者たちともうとにかくいるメンバーで何チームか作ったんでその中の1チームだったわけですね、はい、というかどっかが引っかかればいいっていうんでその撮影クルーとして4人のチームで行ったというその物語っていうかあのドキュメンタリーというかですね入ってまして書いてましてまあそれを見てあ,あこんな記事もあるんだとつまりあ羽田にいたんだとひょっとしたらフジテレビが18時40何分に速報を出したのは 記者はいなかったけども、うん、技術者がいたために早い段階で局の方に伝わったんじゃないかと情報、うん、を得ていた可能性っていうことですね。ないで,で,す、ねうん、でまあこの日は NHK と時事通信しかいなかったっていうことになってますけどもまあいた人が伝えたということですね。フジテレビはやたら早いという皆さんの指摘っていうかあのコメントがあってですね なぜだろうと共同通信が本当は流したんじゃないかとかいろいろ予想してたんですけどもおそらくこの方はまあ少なくともサラリーマンというか報道に関する人間なんで社内に一報は入れてると思うんですね。うんうん、するべき仕事をしているはずだということですね。はい、それが速報が早かった理由ではないかと。こですでどちらにしても当時の記憶を語,る語った でまだ本に書いてる人とか今後語る YouTube などで語る人っていうのは出てくると思うんですねうそうするとまあ辻褄が合わなかったことが、うん、まだ少し整理されてくる可能性があるということですまあ川田町姉妹もそうでしたけどね知らずに喋ってるとでしかも私見落としてたんですが小林博之さんというグレートキャプテンと言われた日光のパイロットの方があれよかそうですね、うん、記事がありましたね、はい 8月にあの部品が御嶋山の土の中から出てきたというところでそのニュース記事の最後にインタビューがあって、うん、その中に「19時前の天気予報のあたりでニューステロップを見ましたと」と、うん、<laughs> あっさり書いてましてそうですねかなりあれは重要な発言のはずなのに見落とされていたですね、はい、ですね気かかなかったであそういう当当たたり前に皆さん見たわけですから当然その記憶を 言うなと言われてなければ言いますからね。そうですねね時前ででったとその方も話されていますすからそういうまだいくつか出てくると思うんですね。でまあそれはもう「もうニューステロップ」に関してはもう確定事項なんで、はい、あえて言うことはないんですけども。はい まあ、そういう方とお話ができたりするとさらにまだいろんな他の詳しい情報、うん、どういうやり取りがあったとかですね新しい情報が出てくるんじゃないかと思います。うんうん、で1985年っていうと、うんまあ、こうやって今紐解いて掘り起こしてますけども、うん、私は学生でしたけども、うん、もう本当一部始終というかなんかいろんなもの記憶がつながっていってですね、うん、この年に何があったとか、うん、渡辺さんは覚えていらっしゃいます85年 85年っていうとあんまり記憶にないんですけれどもねまだ僕は幼かったっていうのもありますけれども、はいえー、阪神タイガース優勝したのがその年ですよね,そ,すね、はい、それとあとグリコ・森永事件とかっていうの、ね、もその前後ですかね、はい、鮮明ではないですけれども、はい、そういった記憶がおぼろぎにあるぐらいです小学生ぐらいですよね実際そののグリコ森永事件はこの8月12日まさにこの日に犯人が 食い物の会社はなんかするのを辞めるとか、もう今日で辞めたるとかいうのを送ってきたんですよね。うんうん、グリコ森永事件って多分どういった事件？簡単に言うと、あまあ当時の食品メーカーとかに脅迫をしてたと、うんうん、毒を入れるとかなんとかですね。れうんうん、それで何六社ぐらい脅されてたんですかね。ですからその中のあの狐目の男とかエモンダジュってうあれがあって。 あの本当じゃないか似顔絵か、はい、あれでその犯人がずっとしつこく脅迫して江崎グリコの社長は拉致されてましたけど3日間ぐらいですねその犯人にですかそう犯人グループでしょうねおああ <laughs> 複数のグループまあ複数犯でしょうねうで3日間で社交あの解放されるんですけども、ええまあ、社会を騒がした事件になだったとロス疑惑殺人事件みたいなものがうもうワイドショーにぎわしたりとか そういうい時代の中で、うんまあ、バブル前のなんかきらびやかな時代ですね。<ー>で野球で言ったらあの清原桑田が PL 学園で3年生だったっていうんで甲子園に出ててああの宮島さんの息子さんはその試合をね、うん、見に行く途中だったっていうことですよね。<ー>でまあこの年はですねエイズでエイズの患者が日本で初めて出たとか。 あと7月13日のこの日にあのライブエイドってウィア・ザ・ワールドとかあれのライブがあった日ですね最近ねあのクイーンフレディ・マークリーの「ボのヘミアン・ラプソディ」っていう映画がありましたけどあれはまさに1985年の7月13日のライブ映像を再現したものですねでその1か月後にまあ事故があったわけですねはい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 そんな時だったんですねあ,あとはそううですねもう まあ、MTV 全盛時代で洋楽が日本で大ブームになっててマイケル・ジャクソンであったりとかマドンナとかジ、うん、ラン・ディランとかいろんなものが流行ってましてレコード大賞は中森明菜だったとかへ<ー>、まあ、そんな時代ですよねそれこそチェッカーズのコンサートがそそうですね時もあった人気もだったんですね、はい、じゃあチェッカーズも。<で>う しっかりとその8月10日のこの日にグリコ盛り長事件の終結とこの日光ジャンボ機が墜落したという鍵を落とした一つだけじゃないですかねその暗い事件って言ったらお,<ー>おそらく<ー>でその後事件の調査がすんだか反親体が優勝だとか<ー>なんかそういう話でまあ書き消されていったとは言わないですけど<ー>なんかどんどん真相が闇に葬られていったような気がしますね、うん、でまあ皆さんそれなりにそれぞれに 記憶を持たれて、うん、それをずっとこの36年間温めてきたと。で、まあ、1985年8月12日のことをもうこの何ヶ月間かずっと人に聞いて回って、うん、で今回その提供いただいたっていうことで、うん、まあここにありましたあのボードにとりあえず簡単に書いたんですが本当はもうこの何倍も分量があるんですけど、うん、見えなくなるんでかいつまんで書いてますけども、うん、この日首相官邸にはですね、うん だいたい平沢勝英さん今も国会議員で、うん、あの菅内閣で初めて大臣になりましたけどもうん、うん、この方がまだ議員になる前に官房長官、うん、秘書官として藤波官房長官の秘書官として働いてました、うん、この方まだ39歳でしたね、うん、よくテレビに出られるんで、うん、知ってる方もい,らいると思いますけども、うん、この方が官邸にいました。 ほとんど空っぽっていうか政治家はほとんどいなかったんですけどもただ河本大臣が参考期選がこの事件もありますね暗い時期に参考期選が倒産したっていうんで倒産するっていうんで辞表を出しに官邸に来ると。で実際ちょっと遅刻して19時47分に帰るんですけども。 まあその後会談をして辞表を受け取って翌日の新聞記事に本当は一面トップだったはずがちらっとしか載ってないですけどね。じゃあその会談があるということで記者も割といたんです詰めかけてたんですね記事を作結局さっき言った森永グリコ・森永事件のことと河本、うん、大臣参考棋戦倒産のことと。はい がまあ日本、うん、日本だてというか、うまああのすごい大きな記事になるはずだったんですけれども。どそれが片隅に追いやられたのがこの事故ってことですよね。<ー>でまあ一人一人話していきますと。うんえー、平沢勝栄官房官書官房長官秘書官は。官邸のテレビで n. H. K. でニューステレポを見ます。はい、もう説明しませんけど、これ七時前ですね。七時前。見てるんですね。はいはい、でこれは。 記事には7時前とは書いてないんですが、ええ、ただ逆算するとその後の動きを見ると、うんうん、NHK の「ニューステロップ」で一番公式には19時37分に「うん、あの人間の声」っていうさ、ええ、番組の途中にてありますけども、うん、もう19時半には藤波長官に戻るよう伝えてるわけですね。うん、あそうなんですか、はい、ということはですよね。早い段階で伝えていたととうことで,す、ね、うでまあコメントあの平沢さんのインタビュー記事を見ると。 官邸のテレビで NHK で「ニューステロップ」を見て、うん、関係者に連絡をすると、はい、で関係者とはまあ官房長官の秘書官なんでまず長官に連絡するわけですね官で,す、はい、で官邸内で情報を共有するわけですけども藤波、うん、官房長官は料亭で記者と会ってましてこの時ですかはい、はい、もうお酒飲んでたんですね、はい、で帰ってきた時は赤ら顔だったんですけども、うん、まずは 墜落ではなくて、行方不明という情報だったんで、うん、とりあえず待機しておいてくださいと。待機を、してくれと。はい。はい。はい、まあ、これは多分7時ぐらいだと思います。7時ちょっと過ぎか、7時前後ぐらいですね。で、藤波官房長官はその時、両亭のテレビのある部屋に行って、テレビを。まずニュースをつけると、うん、で、情報を確認すると認。はい。で、おそらく。 まあ官房長官ですから関係者からまあ連絡はいろいろまあポケベル持っていらっしゃったと思うんですけどポケベルもなったと思うんですね。で関係各所と話をしてえ平沢勝恵さんはその連絡を取ってもつながらない時間帯があったらしいんですねそれはおそらく電話をしてたわけですねですから各所に連絡をしてたと。で首相はまだ特急電車軽井沢から急用から戻る途中だったんですね。おそらくですが あの秘書官というのは1人だけじゃなくて大体4人ぐらいいますので、うん、あのインタビューに答えたのは与田智春首相秘書官で外出してましたが、うん、ポケベルで連絡があったんで、うん、官邸に戻りました、うん、で他の3人の秘書官とかはおそらく首相に連絡を入れたのはおそらく他の方かもしれませんけど、うんうん、これは予想です。 首相に連絡をして迎えに行くまあ四人そういうことがあっただろうとい四人のうち誰かは行ってると思いますのであの上野駅に迎えに行ってるはずですで七時過ぎにはだいたいこういう流れで伝達が行くんですねで最初あの前話しましたけれども官邸に戻った中曽根さんは時事通信の記者と会うんですけれどもバッタリとですね本当はお忍びであの会いたくなかったかもしれないんですが 飛行機落ちましたよどうなってますかと聞かれたらえ、うん、そうなのと、うん、どこに落ちたのとすっ飛けたんですね突っけたんですね、はい、で後に開口録で19時ちょっと過ぎに特急内で聞いたというのは告白しているわけです、うんうんうん、実は聞いていたのにはいこの艦艇前で聞か,れあったあ聞かれた時に え知らないよみたいな顔をしたと。はい、で、うん、そのまま官邸に戻って、うん、河本さんと会って、その話が終わって、うん、18時16分に藤波官房長官と打ち合わせに入ります。うん、でここからまあ対策かあの会議というかその、うん、いわゆる招集ですね。うん、どういう段取りでこの事項の収集、うん、情報収集と、うん、まあ。 救,救難活動というか含めて救助活動その後の処理とか含めた話し合いが始まるわけですね。うんうんうん、この時中村さんは私の指示があるまで発表はならぬというふうにちゃんと伝えたということですよね。まあそういう話らしいですね。結構その辺の話はもうオフレコというかその公式でないものが多いんですね。うん、で今回の記事も途中からみんな黙っちゃうんですよ。まあ観光例みたいなものがあったと思うんですけども、うんうん、おそらく そうだろう。みたいな記事もありますし。まあ、今回あの時事通信の記者に喋ったことも、うんうん、最初はまあ、真に迫ってたんでうん、うん、あ、本当に知らないんだ。この人と思ったらしいんですね。うん、ですから、いろんな推測のもで会ってたとうん、うん、で、官邸の記者の多くはほとんどは帰ってきたことに気づか気がつかなかったんですよ。で、いつの間にか会談をしてたということで。うん まあ、ほとんどお忍びで帰ってきているのか。なるほど。みんな、まあ、こそっと帰ってきて、こそっと話し合いを進めていたと。はい、この時間帯にですね。ですね。はい。で、まあ、ここまでが一通り、その夜8時ぐらいまでの。うん、いわゆる墜落してから、1時間ちょっとぐらいですね。すねはい、は,いはい、はい、はい。ぐらいまでのお話で。なで,すね、で、週刊誌の記事では空白の1時間って書いてあるんですね。ええ。つまり、うん、なんかおかしいぞっていうところの、うん、要するに、あの、中曽根さんは、例えば。 特急で上野に戻ってきて、うん、官邸に戻るまでですとか、うん、あのちょっと時間がかかりすぎているとかその間で何を話してたんだろうとか謝罪、うん、電話がありますので、うん、当時まあ音はあんまり良くなかったと思いますけども、うん。本当ならもうちょっと早く帰ってくる時間なのに。はい ちょっっと時間かかってたんでまあ当然情報収集っていうか、うん、電話で話したりとか藤波さんと話してたりしてると思うんですね、うん、どっかに寄り道した可能性もあるんですけども、うんまあ、ただだ乗ってるだけじゃなかそれはもう特急で聞いた段階でいろんな情報収集を始めてたと思うんですね。うんうん でまあ、観光例についてはですね、うんまあ、実際あったようなことも記事では書いてるんですけど、うん、最初はですねこうやって平沢さんも喋ってるんですね、うん、インタビューが残ってるってことは、うんうん、でも途中から皆さん会になっちゃうんですよ。ははいはい喋、は、な、い、なくっっちゃった、はい、ですからあとはもう記者会見だけですね、うん、特に防衛庁は黙ってましたね。 で今回の記事ではない別の週刊誌はどこかだったと思うんですが記者が「もうどうせ教えてくれないんだと思うけど加藤光一防衛長長官にアポを取ってみようと何か教えてくれないかな」って言ったら「もう門前払い忙しいです」と「<laughs> しゃべることありません」と「記者会見で話を聞いてくださいと」とですからもう情報が一元化されていくんですね。なるほど つまりオフレコの話とか、あの、いわゆる直撃して教えてもらおうということができなくなっていってるんですね。ですから、今回の記事は、たまたまその週刊誌の記事に、まだ答えていい状態の時に漏れてきた情報で。うんうん まあ19時前に知ってたということも含めてですけど、今は本当は出しちゃいけないんでしょうけど、あの漏れで出てきたようなもんですね。なるほど。その日の動きがこういうふうになってたんですね。はい。ですからあとはまああのまあ空白の1時間というのは前前回あの私が話したあのズレ、いわゆる7時のテロップなのに8時にずらしたとかですね。なんかそういういろんな。 1> 1時間か30分ぐらいずらしてるいう話をしてましたけどそれと符号してくるんですねですから時間稼ぎといいますか公に発表を遅らせるっていうこともそうですしその実は救難活動というかその対策を打つ時間が <laughs> こんぐらいが開始なんで遅れたんですよとか言い訳を作ろうとしたのか、まあ、何かその時間稼ぎをしてる当時の記事からも伺えるっていうことですね。 すぐには動き出せない会談が秘密の話し合いがあったのではないかということですよね、はい、時間から言うとですね。そうですねでまあこの後、まあと会議始まりますけども、うん、でそこでいわゆる国体会議っていうんじゃないですか要するに重要メンバーがみんな夜中にかけてみんな戻ってくるわけででですすねそそれで対策を練るとというこの時以降ですね。 以降の動きですね、はい、その後会談が始まるわけですけども首相との会談の内容を各省庁に指示を藤浪長官が伝えることになります21時には防衛庁防衛局長を首相は呼びますこれ初めて見ました18名の構成でここでいろんなことが決められたということです、うん、この方はは生存者いいるという主張されたですからまあ有名な話では中曽根さんの知り合いというかつながりのあるところで関王家を東京多摩地区にある業者にもう 依頼してた、ねはい